ちらのトリビアです。続けて。ウルトラマンは、うん、カラータイマーを取られると、うん、しぼむ、さあどうでしょうか。皆さんいい顔をなさってらっしゃる。おっといきなり、おっとダブルマンヘアだ。もう確認する必要がないじゃないかと言ったからね。ウルトラマン何でもできるのに、ウルトラマン何でもできるにもかかわらずしぼんじゃいます。じゃあどんな風にしぼむのか見てください。こちらが確認の VTR です。うっそ。ウルトラマンのカラータイマーといえば、ウルトラマンのエネルギー源であると同時にそのエネルギーの残量を示すものであるが、実際にウルトラマンがしぼむ映像をご覧ください。ウルトラマン太郎第52話で戦闘中の宇宙科学警備隊が怪獣に捕まってしまった。これぞ、よしよし、お前で我慢しよう。打つ手がないウルトラマンは自分のカラータイマーと引き換えに人質の解放を提案。そしてつけちゃった。え？どうなっちゃうの？しぼんだ。ちなみにカラータイマーをつけてパワーアップした怪獣はウルトラマン太郎も追い詰める。しかしカラータイマー点滅。今度は怪獣がピンチに。そしてカラータイマーの取り扱いには十分ご注意ください。扱わないですね。また叩いてらっしゃる。あれはウルトラマン太郎を助けに来たんですか。流れ上そういうことなんですけどもね。助けに来てペラペラになっちゃったんですね。ウルトラマンがカラータイマーを取られて、しぼんでしまうシーンなんですけれども、これは昭和48年、1973年から昭和49年、1974年に放送されていたウルトラマン太郎の第52話、ウルトラの命を盗めという回に登場します。うん、でこの回のストーリーは、地球に降り立った怪獣ドロボンがザッと宇宙科学警備隊の二谷副隊長を人質に取ります。はい、そこに帰ってきたウルトラマンが現れて、ウルトラマンの命であるカラータイマーを引き換えに人質を解放してもらいますが、帰ってきたウルトラマンはそのまま力尽きてしぼんでしまう。情けないね。はい、しぼんだ奥は住宅地ですもんね。はい、カラータイマーを手に入れまして、でパワーを増した怪獣ドロボンに対してウルトラマン太郎はわざと力を節約し、怪獣ドロボンのカラータイマーが赤に点滅した隙をついて倒すという作戦です。そしてカラータイマーを奪い返して、それをしぼんでいる、帰ってきたウルトラマンにつけてやると無事によみがえる。じゃあ取られちゃうと死んじゃうっていうことではないんですね。エネルギーの源なんで空気を抜かれたっていう意味で尻尾しぼむ。情けないねそれね。いや衝撃的でした。では80平を超えましたので品評会会長田村さん、お品の方よろしくお願いします。でもタイマーでも差し上げましょうか。なるほど。ウルトラマンはカラータイマーを取られるとしぼむ。85平。